マスローチングの高井です。劇的に痩せて細くなった人たちの共通点を今日はお伝えします。レッツゴー。ダイエット成功の共通点その1、継続です。成果が出ましたとインスタとかツイッターとかでよく DM をもらうんですが、その人たちのトレーニング継続期間は1年間続いています。共通点その2、ストイックなことや極端なことを行っていません。共通点その3、1ヶ月ごとの写真を撮って自分自身のビフォーアフターを絶えず追いかけています。共通点その4、 SNS を使ってうまくダイエットの仲間作りを行っています。一緒にダイエットに励んでいる仲間たちと毎日励まし合いながら楽しく続けています。共通点その5、最後です。サボるのがうまい。嫌な時や疲れている時は運動しないし、食べたいものや飲みたいものがあればその時は思い切って食べ飲みしています。マスロッチングを見てダイエットに成功しましたという人からたくさんのコメントをもらうわけですが、本当にどの方も今言った5つのポイントを知らず知らずのうちに習得しています。この5つの共通ポイントをまとめると、一生続けることができることだけを行っているということです。ダイエットに成功している人たちはなぜ続けることができているのか、やっぱりそれは楽しいからです。制限ばかりする、努力ばかりする、苦しい苦しいダイエット方法を行っていると楽しくないですし、すぐやめたくなります。ダイエットに成功した人たちはこんなにだらしないダイエットのやり方をしていて、その成功事例を発表するのが恥ずかしいと皆さん言います。ダイエットに成功する方法というと、毎日何時間もストイックにトレーニングしたり、タンパク質や脂質や炭水化物の量を測って制限して空腹に耐えながらダイエットに成功するというイメージを持っている人が非常に多いです。これはテレビや雑誌の影響も非常に大きいでしょう。ダイエットに成功している人は皆さん緩いダイエットではあるんですが、ずっとやめずに続けているというのが素晴らしいポイントです。おおむね1年経ったら皆さんダイエットに成功しているわけですが、その後もずっとその体型をキープするか、もしくはもっと良くなるために運動を続けています。そして SNS でのコミュニケーションもずっと続けています。最初は普通にダイエットすることが目的だったとしても、ダイエットをやっていく中でどんどん友達が増えてきて、毎日の投稿そのものが楽しくなってくる。ビフォーアフターに関してみんながコメントをつけてくれる、いいねをつけてくれるのが楽しくて、いつの間にかダイエットするよりかこうみんなと楽しく SNS を楽しむということが目的の一つになっています。なぜそうなるかというと、普通に SNS を使わずに自宅で一人でダイエットしたとするとものすごい孤独です。成果が出ても出なくても誰も褒めてくれないですし、怒ってもくれません。そうなるともうダイエットしてる意味とかわからなくなってきて、途中でやめてしまいます。これを SNS でインスタやツイッターやフェイスブック、こういったところで投稿することによって、お互い刺激し合いながらダイエットを楽しんでいきます。あの人が頑張ってるから私も頑張ろう。そして頑張った人には皆さん惜しみない賛辞を送っています。自分も褒めてもらえるから相手のことも褒めるといういい循環が生まれています。マスロッチングの動画の中では特に滝汗28分がすごく人気があります。運動が苦手だったり初心者の人にとっては、短時間で効率的に体を鍛えていく、脂肪を燃焼させていくということが非常に難しいです。トレーニングレベルが低い人にとっては少し長めの時間をやってあげることによって筋肉を活性化して脂肪燃焼を促していくことができます。なかなか1回とか10回の動作では意識できない筋肉も、何回も何十回も動かしていればそのうち意識ができるようになってきます。そういった意味でトレーニングの成果も上げられて、トレーニングの時間も長すぎないということで滝汗28分が選ばれていると思います。最後に補足で共通点がもう一個ありました。
共通点その6ですね。みんなダイエットの初期の頃は成果が出ていません。それどころか少し太ったり太くなったりしている人が多いです。これは最初運動したら筋肉もつきやすいですし、運動することによって食事もたくさん取れるようになってしまいます。動くから腹が減るわけです。最初の3ヶ月ぐらいは本当に結果が出ない人が多いです。普通の人だったらこの3ヶ月の間に、99% の人はもうやめてしまいます。でも成功する人たちっていうのは3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月やり続けることによって、半年ぐらい経ったらうおっと思えるぐらいの成果が出ている人が多いです。もう1年経つと別人になっています。ダイエットに成功するには継続するということが一番大事なのですが、継続できるためにはどうすればいいのかというふうにまず考えてみてください。継続すると考えると、もうストイックにやるっていうことは選択肢から外れると思います。今から一生死ぬまでストイックな生活が続けられるかというと、絶対に続けられないからです。スポーツ選手なんかでもそうですが、引退したらものすごく太ってる人が多いですよね。結局ストイックなことっていうのはいつかはやめないといけないことです。その他に続けていくために必要なことって何でしょうか。やはり楽しむことです。じゃあ楽しみってどうやったら得られるでしょうか。それは人との交流の中で得ることができます。人から褒められるっていうのはめちゃくちゃ楽しいことです。そして同じ目標に向かって進む仲間がたくさんいるということもすごい楽しいことです。同じ悩みを抱えていて、相談しながら励まし合いながら進んでいける、こういうのって学生時代はよくあったことかもしれません。小学校、中学校、高校、大学の間だとクラスメートと一致団結して目標に向かって、例えば文化祭だったり体育祭に向かって練習を重ねて、みんなが満足できる成果を出す。仲間がいたらできることが本当にたくさん増えます。逆に絶対に避けなければならないのは一人で行うことです。一人でダイエットしていても全く楽しくないからです。こういうふうに考えているとどんどん正しい方法が出てきます。自分自身に問いただしてみてください。楽しむにはどうしたらいいのか、続けるにはどうしたらいいのか。もし一人でダイエットしていたらトレーニングをサボった方が楽しいかもしれません。暴飲暴食した方が楽しいかもしれません。でも仲間と一緒にダイエットしていたらどうでしょうか。やはりいいビフォーアフターを出してみんなから褒められたいわけですから、トレーニングをサボったり暴飲暴食をするっていうことが楽しみではなくなってきます。できるだけそれは避けたいというふうに思えるようになってきます。一緒にダイエット始めた A さんはすごく成果が出てきているのに、自分はまだそれほど出ていない。そうなった時やっぱりもっとトレーニングしたいし、不必要に太るものは取りたくないと思うのが普通でしょう。ここで一つポイントがあります。それは最初太っている自分の写真を撮るのが嫌だし、それを投稿して人に見られるのも嫌というのがあります。ここをクリアできたらその後はもう良くなっていくしかないんですね。今ピークで太っている状態、この後何をしても絶対に痩せていきます。ちょっと運動しただけでも、ちょっと食事を適正にしただけでも前より悪くなるということはないんです。それどころか1年後その1年前の写真と比べてのビフォーアフターがものすごく楽しみになります。実際こういったビフォーアフターを持っている人はその後芸能関係の仕事が来たり、本を出版したり、自分のビジネスとしても成り立っている人がいます。だから最初はダイエットしたいだけだった、痩せたいだけだったのに友達もたくさんできてしまう、仕事ももらえるようになる、そして自分の理想の人生に近づいていくことができます。食事や運動について何を食べたらいいのか、どんな運動をどのぐらいやったらいいのか、これを最初から熟知しておく必要はありません。例えばダイエット1日目、この運動をやってこういう食事を食べましたと、例えばインスタとかツイッターとかにその写真を撮って、記事を書いておきます。日記みたいな感じでね。で2日目も同じようにやっていきます。
まあ、1週間経って1ヶ月経ってずっと記事が残っていきます。自分が何をしていたのかが残っていきます。その中でなんか手応えがあることも出てきます。じゃあその手応えがあったことを足がかりに、もっといいトレーニングとは何なのか、もっといい食事とは何なのかを探していきます。ダイエットに成功している人の話を聞いていくと、最初は確かに何かを見て始めたかもしれないんですが、その後自分でどん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 カスタマイズしていっています。すごく独特なトレーニング方法をやってる人もいますし、すごく独特な食事管理の方法を行っている人もいます。まあ、旗から見ると独特だと思えるんですが、それがその人にとって一番合ってるからそう変わっていくだけですね。逆に一つのルールに縛られすぎて行っていくと、自分の生活に合わなくって、それが楽しくなくって、だから成果も出ないというふうに悪循環に陥ってしまいます。なので最初、例えば滝汗28分のトレーニングから始めてもちろんいいわけですけれども、その後に例えば10分間ストレッチを挟んだ方が自分は細くなりやすいんじゃないかと思ったら、そういう風にしてみてください。もしくは最初に筋トレを10分やって滝汗28分やった方が脂肪が燃えているような感覚が強いのであれば、そういう風にしてください。全部自分の体で試しながらやってもらうと正解に近づいていきます。最後にここまで聞いてくれた人たちのために素晴らしい情報をお伝えします。ダイエットに成功した人たちからの統計情報に基づくと、やはり運動は滝汗28分がダイエットの初期には一番適しています。ただし28分全部行わなくても OK です。10分しかできない人は10分から始めてもらってもいいですし、できない種目は飛ばしてもらっても構いません。フォームが分からなかったら見よう見まねのフォームでやって構いません。食事に関しては緑黄色野菜を増やしてください。一般的には緑黄色野菜が不足している人が多いですから、緑黄色野菜を増やすことによって栄養のバランスが保てます。そしてご飯の食べ過ぎっていうのを防ぐこともできます。メインが緑黄色野菜になると、それに付随して肉や魚が入っていたり、ご飯を少し食べようと思ったりしますが、メインが緑黄色野菜ですから、すごく大量のご飯を食べるということはできなくなります。そして緑黄色野菜のレシピを考えた場合に、品数をたくさん作るのが難しいことに直面すると思います。その時は味噌汁を作ったり、スープを作ったり、キムチみたいなものを添えるだけでも構いません。冷蔵庫に常に常備しておける野菜というものも作っておきましょう。ご飯は白米よりも玄米の方がいいです。もっと詳しい情報を知りたいという場合はチャンネルメンバーシップに参加してください。動画の説明欄にチャンネルメンバーシップのリンクを貼っています。以上です。Won't you